津波了解。選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一番最初に僕たちが出会ったのってあれ、中3ぐらいだったっけ？そうだね。高 1？ 中 3？ 高どっ1ちかかな。な。津波が国際ユースかなんかで北海道来てくれて、代表でね、1回ね。懐かしいね。懐かしいですえ、ね。あの時さ、それこそ津波右サイドバックで、俺右サイドハーフとかやってなかったっけ？違ったっけ？あの時、でも、サイドバックもやったけど、ボランチやってた思いが、例があるわ。シーナと一緒にボランチやったりしたかもしれないね。シーナと二人でボランチも、部屋も一緒だった気がする。あ、部屋もだっけ？ あ、そうだああ、っ部屋もけ？シーナと一緒だった気がする。ああ、マジで。いや、あの時楽しかったね。いや、そこいいからまあ、な、出会っ確かて、津波のなんか俺あんまり流れみたいな、プロっていうか、に。どういう感じで、なんか気づいたら、J リーグにいたみたいな感じのなんかイメージがあるんだけど、いなんやいかや。幼少期からどういう感じでプロまで行ったかの、ちょっとストーリーみたいなの聞かせてもらえる？いいよ。まず、小学校の時は、自分が通ってた、幼稚園からそのまま継続して、スポーツクラブみたいな感じでサッカーチームがあったから、そこの東京都の、狛江市ってとこにある、そのスポーツ、東京ビッグスポーツクラブっていう普通の町クラブでサッカーやってて、6年生まで。で、そこからヴェルディジュニアユースに、まあ、セレクションっていうか、行って、まあ、合格して、中学1年生からヴェルディのアカデミーに入って、で、ねえ、6ヴェル年間デ過ごす。ィ、ジュニアユースって感じで。そこちょっとまず聞きたいんだけど、ヴェルディって、すごいやっぱ、東京って F 棟があったりとか結構あると思うんだけど、FC 東京、何々みたいなのもあるよね、確か、武蔵みたいなやつとあるある。か。武蔵と深川。ヴェルディもそういうのあるんだっけ？ヴェルディもめちゃめちゃ多い。あ、あヴェルるんだ。ディ、調布とか、で、栃木だと小山とか、神奈川だと相模原とか、で、千葉県では習志野があったりとか、え、新劇東も京あっヴェルたり。ディじゃないの？東京じゃないの？いや、東京なんだけど、一応そのヴェルディの支部チームみたいなのがいっぱいあって、それは聞いたことないな。え、それって珍しくない？珍しいと思うし、まあ県なんをかまたぐのはすごいね。静岡にもなんか名前違うけど、バーディアっていうのがあって、それも一応ヴェルディ関係っていう話で、あ、そうなんだ。だそからいれろんはなとこ知らなかっに支部チームがあって、そのすべての、まあ、トップに一応本部があるみたいな感じで言た。われ方をしてて。そうなんだ。もうなんかやっぱ J 株ってなると、そんだけバラバラにいろいろあるとしても、すごい何百人とか受けて、そのすごい、本当に狭きもんだと思うんだけど、当時もそんな感じだった？いや、当時の、今より多分、当時の方がヴェルディのブランド力っていうか、ああ、まあ確アかカデにね。ミーのブランド力は多分、ちょっと高かったと思うから、例えば FC 東京のユースとか、ジュニアユースとか、まだなんかこう、武蔵とか深川とかできたばっかだったし、多分そっちに行く子よりも多分ヴェルディに来る子とかも多かったと思うし、周りの巣のスクール行ってたけど、ヴェルディ入ったみたいな子もいたから、結構人気度は高かったと思う。すごいね。でもその中から狭き、もうなんかもう本当に田舎者の発想で本当に申し訳ないんだけども、東京は怖いというイメージがどうしてもありまして、世代別代表とか言っても、もう東京の人たちはもうなんかシュッとしてるというかですね、もう本当怖いなと思って北海道の僕は思ってたわけなんですけど、やっぱりちょっとこう、ピリピリしてる感じってでもない？なかった？学生の時からこう東京って。でもやっぱりその競争っていうか、まあそのしのぎの削り合いみたいなのはやっぱりあったかな、子供の頃でも。ああ、やっぱあったんだ。やっぱそれはすごい子供ながらに感じたというあ、か。感じてた。まあ、そこでちょっと聞きたいんだけど、そういう幼少期、なんかこういうことを意識してサッカーに取り組んでたとか、なんかこれぐらいの時にプロを本気で目指したみたいな、そういうのってなんかある？いや、でも本当子供の頃は、とにかく楽しくて、サッカーするのが。本当に、その仲間たちと一緒にボールを蹴るのが好きで。
で、まあ、その中でやっぱ勝ち負けにめちゃめちゃこだわってたかなっていうのは、すごいあった、個人的には。やっぱ勝負に負けたくないっていうのから逆算して、じゃあ、自分がどういうプレーをすれば勝てるのかとか、勝てるために仲間と何するのかとか、だから、時には、子供の頃から結構小さい時から結構喧嘩とかしてたしね、チームメイトと言い合いとかも全然してたし、ね、まあ津波はね、こう思ったことを多分はっきり言うようなタイプだと思うから、そうだ、意思もちゃんとね、発信ができるというかね、まあなんかとにかくそうだね、勝つために自分ができることが何かっていうのはすごい探してたかな。なるほどなるほど、なるほど。でそこからそんな幼少期を経てジュニアユースってがあって、その後どうなったんだっけ？その後だからユース終わるときにトップに上がれないってなって、で大学に進学するってなって、でまあヴェルディのユースとかだったら大体関東の大学とかが多いんだけど、進路先には、強いチーム、自分はなんかそう高3の時はあんまりライバルに、まあ、負けてて試合にあんま出れてなかったから、そんなに大学、関東大学リーグの大学からオファーが来るということもなく、でもたまたま高2の時に J ユースかなんかを大阪でやった試合に出てて、高校2年生で1個上の学年の試合に、でその時に見てくれてた、関西大学の、スカウトの人が、まあ、呼んでくれて大学さん、高校3年度に、でまあ、関西大学リーグもこう盛り上がってきてる最中だったし、なんか当時ステップアップリーグって言って関西の学生選抜と J リーグ、関西 J リーグ4チームを混ぜたリーグ戦みたいなのを定期的に開催しますよみたいなのも始まってて、だからまあプロとそういう試合する機会もそういうところに選ばれれば、チャンスもあるしっていうのもいろいろ踏まえて、まあ、関西、まあ、あとはちょっと違った環境にチャレンジしてみたいと思ったから東京から離れて関西に行って大学に進学した。なるほどなるほど。でも強いもんね、関西大学もね、めちゃくちゃ。そうだね、関大、まあでも本当進学するってなってから調べたけどね、それまで全然知らなかったけど、まあ、分からないよね、その違う地域の大学。いや全然知らなかった、正直大学サッカーに対しても興味なかったし、まあまあそっか、ずっと JA 育ちだとね、なかなかね。最初その関西のなんか雰囲気とかにこうしんどい思いとかしなかったの？いやめちゃめちゃしたっていうか、なんでやねんとかそういう笑いの感じとか。笑いは鍛えられた笑いは鍛えられた。やっぱりあるんだ。大学とかそういうのありそうだもんね。一発芸とかやらされたり。やっぱ、まあ、ヴェルディでも結構そういうの、なんか色濃い メンバーっていうか、年代だったんだけど、それよりもやっぱ、関西の笑いのテンポと的。怖いな、絶対来たくないな、そんな俺。いや、すごかったよ。本当だから、違う国に来たと同じぐらいの感覚だすごいね。しかも東京から関西だからね、結構、ね、濃いところから濃いところだもんね。そう。だし、なんかこう東京のやつっていう風に見られる、関西はすごい、まあ、確かに確かにそれはあるね、よそもん感がね、そうそうそうなんかそういう結構そういう、まあこっちは勝手に感じてるだけなんだと思うんだけど、結構まあいじりみたいな感じでそういう風に扱われてる感はやっぱそれも感じてたかな。なるほどなるほど。うん、でそこから大学経て一発目どこのチームに行ったっけ？一発目で長野かな。あ、もう長野か。そう。そこで何年ぐらいプレイした？長野で5年かな。あ、結構長かったんだね。そう、長かった、ね。なんか多分何回か対戦してるもんね。マッチアップぐらいもしてるもんね、確かね。ヒロと秋田と長野の試合で何回か ね、試合したのを覚えてる。なるほど、なるほど。で、今奈良からクラブで。プレイしてるっていう、なるほど、はい、そこ、いや、そういうストーリーだったんだ。なるほど、わかりました、ね、なるほどなるほど。まあちょっと坂のぐーっと過去にちょっと一回もう一回時間を戻すんだけど、まあ津波といえば、まあやっぱり避けては通れないお父さん津波さんがいると思うんです、はい、僕もね、テレビでいつもね見させてもらってて、なんかやっぱりこう、はい、サッカー、俺らの世代だったら風間浩輝とかね、
風間八弘さんの息子さんとか、うん、まあ、2世も結構多いと思うんだけど、なんかそのお父さんに、うん、お父さんだけじゃなくて、まあ、親にね、まあ、どんな感じで育てられたかとか、なんかこう印象に残ってるエピソードみたいなのって何かあったりする？まあ基本的になんかサッカーをやれとかって言われてやった感覚はなくて、ああやっぱりそう、まあ、自分が進んで、まあでもその始めた頃には多分もう、うん、気づいた頃には家にサッカーボールがあって、まあ、で、ね、兄貴もいたから自然とサッカーに触れ合って始めたって感じなんだけど、うんうんうん、でもプレーすることに対して別にその無理やりやれとかは全く言われなかったし、うん、自分が本当に楽しくてやってたんだけど、うん、まあそれにあの一緒に本当に多分日常の親御さんたちと一緒のような感じで、うん、一緒にサッカーしてくれてた思い出がたくさんあるかな、だからすげえサッカーうまいお父さんみたいな感じだったまあそうだよね、こっちからするとそれで結構俺があのこういうのどうなんだろうって思うのがプレーのこととかを言いたくなると思うんだよね、うん、親としてそれやっぱり知ってるから、うん、それって言われてた、うん、あでもそれはもう逐一結構言われてたりとかはしたかな。 あそうなんだ、言われるタイプだったんだね、まあ、うん、そうだね、あの取り組み方、うんうん、プレー云々のその細かいところよりもなんかこう、うん、サッカーに向き合う姿勢のところはあの、うん、やるからにはっていうスタンスだったから、うんうん、まあ、中途半端なことしてたらすごいあの言われてたのは、それはまあ今でもだけどね、今でもって言ってつい最近までまあそんな感じだったかなって感じだけどあそうなんだね、それってやっぱ嫌、うん、だった、嫌になったことあった？でもまあ嫌だった時期もあったかな。それはなんかこう、うん、アドバイスとかそうだね、あの親からの助言みたいなのがこうすんなり入んない時期もあったし、うん、それはなん多分自分に余裕がなかった時期だったんだろうけど、うんうん、まあ本当にそういう時期もあったかな。あでもそれすごいね。なんか結構プロになる選手って親からなんかあんまりね、うん、こう自由にさせられたとか、うん、あまり言われなかったっていう選手が多いんだけど、うん、やっぱりこう言われすぎて潰れちゃうこともか、最近の子だったらね結構多いんだけど、はいはいはい、いろんな相談とか受けてて、でもやっぱり津波のそこはメンタリティじゃないけど、うん、やっぱり何クソみたいなことでこう多分バネにできる力もあるし、しかも話をねしっかり親の話を聞くっていうその素直さもあったからプロになれたんじゃないのかなと思うんだけど、うん、どうなんだろうね、なんか子供ながらにそこは、うん、なんだろう、全部吸収できないって思ってたとこもあったから、まあ、そうね、こう、うまく自分がこう消化できる量を、うん、まあ、うまく消化してったって感じかな。うん、でもそれがまあ、やっぱり厳しい時期もあったっていう感じ。うん、まあそうだよね。うん、なるほど、なるほど。でもすごい環境だよね。まあその分、やっぱりいろんないいこともあったとは思うんだけど、まあしんどいこともね、うん、あって、乗り越えたんだろうけどね。なるほど、なるほど。わかりました。まあでも基本的に結構いいことも多いと思うけどね。この2世だったらやっぱりそのヴェルディのアカデミーに入れた時とかはやっぱりその知り合いがいるわけでっていう。うん、まあそうだよね。そうそうそう。そうだ、50-50って感じ。うん、なるほど、なるほど。まあ多分津波とかしかわからない感覚がね、多分これまでもあったんだろうけど。うん、なるほど。まあ、そんな中で、まあ、プロっていうね、まあ、夢を叶えたわけなんだけど、まあ、これいろんな選手に聞いてるんだけど、そのプロに、まあ、なるために必要なことというか、なんかこれ答えって一つじゃないとは思うんだけど、なんか津波の価値観で、プロサッカー選手になるためには、これが本当に重要なんじゃないかなって思うことをあげろって言われたら、なんて答える？でもやっぱ継続することなんじゃないかなとは思う。うん、結局なんだろう、まあ、何を継続するのかって言われたらそのわからないけど、自分がやっぱりねこう気持ちが入るものに対してやっぱりその継続して取り組むっていうその姿勢、うん、メンタリティっていうか、うん、それをやっぱり持ってないと、どっかで折れてしまってももう一回取り組めるようなこの気持ちの強さがないと、やっぱりつながっていかないから経験が、
だからどんな辛い経験もいい経験もこう最終的にはつなげていけるような、継続しながらこう経験を一つ一つつないでいけるようなあのメンタリティは必要なのかなと、うん、なるほどなるほど。めっちゃシンプルだし、うん、なんかこう言葉にするとなんかねなんかこう簡単のように聞こえるんだけど、やっぱり続けるっていうのは、うん、なんかこれよくある話で、その多くの人が継続できないのであれ、うん、あるから継続したら結果出るよっていう言葉があるんだけど、うん、それ本当そうだよね。やっぱり勝手に離脱していくっていうのあるよね、うん、そうだね。まあそれはだからたま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 っていうか継続した結果、うん、今こうやってプロ、まあ、としてサッカー選手として入れてるけど、やっぱりどっかでなんかこう諦めてたりとかしてたら多分なってないと思うし、うん、そうだね。逆に言ったら好きなものじゃないものは結構離脱しちゃうこともあるから、まあね、逆に言うとだから好きっていう気持ちとプラスしてやっぱそれを継続していく、うん、力は必要なのかなと。まあ確かに、まあ、そういう意味では津波、うん、まあ俺もそうだけど兄貴がいて、うん、まあ、津波だったらお兄ちゃんがいてお父さんがいるから、うん、まあ、日常にねこうサッカーがある状態だったから自然にサッカーになったけど、うん、親もこう、うん、子供にが何に夢中になるかっていうのを結構見極めるのも結構重要かもね。だ今だからちょっとお前卓球やれって言われてもやっぱ継続できないもんね。卓球でプロ目指すっていういそこでねパッション湧かないもんねやっぱね。うん、まあ、そこも重要だよね。何に夢中になれるかっていうの、ね、確かにそれはそうだ。なるほどです、わかりました。そしたら最後にあの、まあ、プロサッカー選手を目指す子どもたちとか、まあ、それを支えるね、うん、親御さんって多分もう全国中どうなんだろうね。今って一番多いのかな、うん、サッカー選手になりたいっていう子って。野球とかとどっちなんだろうね。なんか人口は増えてきてるっていう話でなんかデータで見たけどな、やっぱりなんだかんだサッカー選手っていう夢を持つ子が多くなって、うん、一時期 YouTuber とかバーって増えたけど、もう一回またサッカー盛り返してますよみたいな。あ、そうなんだ。統計をどっかで見た気がするんだけど。ああ、じゃあもう本当、背中を見せて、うん、津波、まだやってるわけだから。いや、本当にね、粘り強く。いや、もう持ち前の粘り強さと、あのやってプレイスタイルをしっかり表現して。粘りと明るさ、ね、粘りと明るさでもそこで尖ってください、ぜひぜひ。まあそんなね、あのプロサッカー選手を目指す子どもたちと支える親御さんに何かこうあのメッセージというか伝えたいことがあればお願いします、うん、最後に。いや、まあ子どもたちには本当にやっぱり楽しむことを、忘れないでほしいし、やっぱりその今だったらいろんな情報量も多いし、うん、いろんな、情報を提供してくれる人も多いと思うけど、うんうん、結局は自分のそのさっき言ったじゃない、あの言った感じじゃないけど、その継続するために出てくる、うん、あの要素って自発的なそういう気持ちだと思うから、うんうん、まずはその自分の楽しむっていう心を常に一番モチベーションとして、それについてくるいろんな情報とかを自分で取り入れて、サッカーに触れ合いながら楽しく、プレーしていってほしいと思います。うん、なるほど。で、まあ、親御さんには、まあ、僕が 親ではないからなかなかなんかあのメッセージっていうのが言いづらいけど、うん、でも自分が子どもの時にあの支えてもらってた、まあ、親のその姿勢とかのいい面悪い面をなんか全部ひっくるめると、やっぱり主役は子供だから、うん、やっぱりそのあんまりあの表に出すぎない方がいいのかなみたいな。いや、あのお父さん表にめちゃ出てますけどいや、なんかその僕の親の場合はまあなんか、まあまあ、時に僕あそう僕からしたらちょっとあのうるせえよって思う時もあったからでもそれが逆にいやいやいや、まあ、反骨心になってまあできた面もあったけど、うん、でもやっぱりなんか頭でっかちになりさならなさせえならなりすぎちゃう傾向があるか、うん、子供はやっぱり大人にやっぱりたくさん言われちゃうと、うんうんうん、やっぱさっき言ったように頭で考える前にやっぱ心でとか体で楽しめるような環境を保ちつつ、なんか子供に
有益な情報とかを与えてあげるなり、やっぱ親として一番そばでサポートしてあげるような、環境を与えてあげるのが一番いいんじゃないかなって僕は思います。なるほど。まあ、それが難しいから親なのかもしれないけどね。まあね、親、人の子だったらね、そうなれるけど、俺もね、親になるとね、本当力入るんだよね、やっぱ自分の子供だと。そうそうそう、津波なんてすごい、女の子とか生まれたらなんかもう、いや、マジでやばい、やばい、のもなんかずっとデレデレしてそうな絵が想像つくんだけど、いや男ってなったら、ね、男ってなった瞬間にめっちゃ厳しそうなお父さんになりそうな気配があるんで。楽しみにしているので、自分がそう言った言葉が返ってこないようにそうそう、ブーミランに頑張らないように頑張りましょうはい、では本日の対談は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。